かしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっておくさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わり。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全てだ。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。